アルベルト・フニオール、ロドリゲス・バルデロ・マルは、ペルーリマ出身のプロサッカー選手。ペルー代表、ウニベルシタリオ・デポルテス所属。ポジションは、ディフェンダー。16歳で、地元スポルティング・クリスタルのアカデミーに入団し、2002年に、プロデビュー。4シーズンで3度のリーグ優勝を経験した。2006年12月、SC ブラガと3年半契約を結んだ。 2007年2月のユリ・レイリア戦で移籍後初出場。2011年5月、スポルティング CP に移籍。しかし慢性的な怪我の影響で公式戦の出場は13試合に止まった。2012年7月、デポルティ・ボラ・コルーニャにレンタル移籍する予定だったが、メディカルチェックをパスできなかったタメリスボンに戻った。最終的にスポルティング CP との契約を解除し、 リオアベ FC と単年契約を結んだ 2006FIFA ワールドカップ南米予選からコンスタントにペルー代表に選出されているコパアメリカ2011では強固な守備ブロックを形成し3位入賞に貢献したありがとうございます